まあ、こういうことが多かったっていうところから私は考えました。その氷河期世代っていうのはこういうふうに言われてるんだけども、うん、ロストジェネレーションじゃなくて、うん、裏切られた世代なんじゃないかと、うん、これ私の思うことなんで、みんながどう思ってるかっていうのは一回置いといてください。でもまあ多分共感してくれる人いっぱいいると思います。こちらですね、教育仕事的特徴全部読みますよ今日は、はい、個性を伸ばそうというくせに画一化詰め込み管理教育の矛盾で育ちました。ブルーハーツや。戦争や暴力は絶対ダメと教えられた割に体罰や校内暴力が黙認されてました。はいはいはい、学歴社会なのに大学院まで行ってもまともな職がありませんでした。はいはいはい、IT 教育をまともに受けてません。いつの間にか年功序列から成果主義になってた、ね、あれみたいな あれでなんか急に成果主義とか言われて、うん、どうやって成果って出すのみたいな、コネもないしさ、うん、で派遣で食いつなぐがろくなキャリアにならない、うん、これが悲惨です、うん、派遣会社に登録して派遣先行ってもう今や3年経ったら絶対正社員にしなさいって言うから3年で首切られちゃう。でもうこれやられたらもう終わりだよね本当に。うん、まやな。で学歴が意味ない、金ない、人脈ない、うん、実家に頼るとニートと揶揄され、うん、仕事についてもう底辺と笑われる、うん、誰からももうなんかもうどうしたらいいの？どうしたらいいの？で民主党政権は壮大に失敗しました。はい。何か変わるんじゃないかと思ってたら、うん、何も変わらなかった。これ最後ですね、感性思考的特徴ですね、うん、この国が一番経済的に豊かな時期に春季を過ごしてます。ジャパンズナンバーワン、うん、ソニー、ソニー一番ありがとう、ありがとう。で中途半端な上昇志向、上昇志向を抱えて大人になっちゃったと、うん、はい、なんか良くなっていくんだと、うん、これからバンバン行くんだという感じのマインドでいて、で東京行ってみたいなさ、まだあったじゃない、うん、あったあった。その感じでいたら時代がどんどん違う風になっていったっていうズレがあって、うん、で政治は何もしてくれないが反体制もダサいと感じてる、うん、まあそういうコントロールされてましたね。わかります。で、終わらない日常、永遠のモラトリアムの中で生きてます、うん、なんか、うん、ずっと大学3年みたいな感じ、うん、今も俺若干あるもん、うん、ああそうだな、うんうん、これ何なんだろうなと思った時にその、うん、かっちりとその、うん、終わってないから、終わってもないし、うん、なんかめっちゃ経済的に豊かになってないし、うん、そんなに変わんないんだよね、うん、ただなんかちょっと体力落ちたとかね、あ自分のうんハゲてきたとかそういうところだけがずるずるこう自分自身のデフレみたいなのが起こって老いてきたって老いやろ、何も変わらず老いてきた、うんはいはい、そう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 、怖いな。もう永遠のね夏休みがね、うん、ずっとありますよね、うん、君が結局金だと思うんですよねっていうことを言ったんですよね、口走ったんですけど、彼最近ちょいちょいそれを言うんですよね。今年に入ってからざっくり浅い議論としてですね、まあ、結局人生金じゃないよっていう人たちがいっぱいいて、まあ、それが経済が悪化していくと、いや結局金だろっていう風に変わってったっていうのがバブル崩壊以降の、まあ国民の空気の流れが変化したわけですよね。これはまあ何度も言ってますけどね。でまあ余裕があったんですよね。でも貧しい中にも豊かさがあったみたいな話も必ず僕も言ってますけど、本当にあったと僕は感じております。でその後もあるとは思うんだけど、あまりにも、お金がないと何もできないという国にどんどんなっていったせいでね、これはっきりしてんですよね。人と人との助け合いみたいなものがどんどん衰退していって、代わりにお金で解決っていうのがまあ進んでったっていうか、まあこれが資本主義社会ですから、結局何するにも金がないとダメじゃんかっていう話になっちゃったっていうことで、まあ、ぶっちゃけ金だと。でそこにあのまあ例えば西原理恵子さんみたいな人とか、まあ、カイジみたいな漫画とか、ああいったそのお金にまつわる地獄みたいなものをね表現する人たちが現れて、で彼ら彼女らは自分で体験していますから、そのお金のね地獄をね、で理想論者を、まあ、理想的なことを言う人たちを、そのいやこっちがリアルじゃボケっていう風な感じカウンターでぶつけてくるというか、これはまあぶっちゃけ金だろイズムみたいなもののブームですよね。だからその西原さんがやってたのは、まさにそれですよね。世の中で一番大事なお金のこと、お金の話みたいな本の中で、まあ、自伝で自分がどれだけそのお金に関する地獄を味わってきたのかとっていうね、それは彼女なりの私の人生こうだったんだと、これがリアルなんだと、現実なんだとっていう側面をね見せてる。ただ問題はそれがリアルで
正しくって。で、そうでない人たちは理想論者で何も考えてないお花畑野郎だというのは乱暴ですよね。で、この非常にそのでもこの乱暴なものの考え方、結局金だろうと。で、儲けなかったらダメなんだと。で、まあ負けたやつは自分が悪いんだっていう、そこに自己責任論乗っかってくるんで、まあこうぶっ壊れていく経済の中で、こういったその何つうかな、勝ったもんが正しいんだみたいな。負けるやつはバカなんだ、努力しなかったんだみたいな、そういう奴らが、まあ、貧乏になるのはしょうがなくないみたいな。ぶっちゃけそうじゃないですかみたいなやつが、まあ、これ流行ったんです。未だに流行ってるんじゃないですかね。まあ、西原さんみたいな、本当の地獄を味わった人たちが、味わってない人たちに対して一発食らわそうと。あんたたち何も考えてないんじゃないの。それはだから前の世代ののんきな感じっていうのがあったがゆえにね。で、俺はそのお金は、もちろんあった方がいいに決まってんすよ。ただしですね、お金が危険なものだっていうことに関しては、西原さんとは違った角度で納得してるところはあるっていうか、お金を儲けることが目的化してしまった時に、人間ってやばいことになってくんだっていうことは忘れちゃいけないんじゃないかな。金さえあればっていうね、このなんとかさえあればっていう一つのことに物を集中させて物が解決するっていう風に思うと、これ楽なんですよね。だ、例えばそのイケメンであればとかね、可愛ければとか若ければとか富豪に生まれてればとか、まあ、ある一つのその最強ポイントを手にすれば万事解決するんじゃないかっていう物の考え方のある意味頂点にあるのが金さえあればっていうで、細かいことをそれによって排除する。で、まあそれどういうロジックでいくかっていうと、もうおなじみのですね、金で買えないものはないじゃないですかっていう言い方ですよね。で、まあ金で買えないものもあるみたいなことに対する、まあ、逆張りっていうね、これが流行ってたんですよね。で、まあそれがどれくらいね実際にそうなのかどうなのかっていう話はちょっと別にしといて、そういう言い方って強いんですよね。だから伝わりやすいっていうかね。だからお金さえあればってところからスタートするって言って、他のこと考えなくなっちゃうっていう、この部分が問題だっていうねと思いますね。これが教育現場に直結してますよね。だからまあ収入のいい仕事に就くっていうところをゴールにするっていうのは、いわゆる金なんですね、結局ね。お金持ちになるために今は余計なこと考えずに勉強だけしなさいって言って排除していくわけですよね、細かいことをね。で、この他の道、これは実は他のさまつなことをカットしてるんじゃなくて、重要なことまでカットしてしまってるところがあるのが結構きついですね。それは何かって言って人の心なんですけどね。何のために生きるのか、何が幸せなのかみたいなことは、いや全部金で手に入るっていう非常に極端なものの考え方で全部粉砕されてしまう、潰されちゃうんですよね。だから、まあ、思春期なんかの時に考えちゃう子供たちっていっぱいいるんですけど、一体なんでこんなことしてんのかと、これ何なんだろうというね、その全てのお金で解決するんだよっていうところにこう帰結してしまうというか、要は貧しくなるってことでね、その知性のレベルが貧しくなってしまうってことなんですよね。そうすると金があるイコール幸せ、金がないと不幸になってしまうっていうね。で、そうすると経済がまあダメになるとみんなが不幸になってしまうと。だけどその考え方大丈夫なのっていう、常にお金がいっぱいあるっていう状態をずっと維持できるの人間ってっていう、そこがもう不可能なんじゃないですかって。じゃあどうしたらいいのかって、お金がなくても幸せになるために何もう一度考えなきゃいけないんだなっていうことはあると思いますよね。なんかおかしいんだよね、そりゃそうだよ、時代が悪いよ本当に。いや、そう、でも全部時代のせいっていうのも気持ち悪いんですよ。時代のせい、なんかやれることあったのかって話でしょ。でもこれ、いや、そうなんだけど、ここが大きくて、自力救済、自己責任の現実主義に追い込まれちゃうんですよ、うん、追い込まれたというか、もうそ信じられるものを、なんていうの、全部疑ってやっていくと、残るのはもう自分がどうするか、うん、どう感じるかしかないっていうことになるんですよ。社会がどうあれ、時代がどうあれ、うん、ここがもう我々がもう本当に多分体に染み込んじゃったんですよ、自己責任が。そう、でもそれで洗脳じゃない。そう、そう、うん、で、こういうことなんですね。これ全部まとめました、私、はい、お願いします。氷河期世代、裏切られた世代が育んだ絶対中二病、うん、五色の闇のマインドセットをね、もうこの言葉がそうやもんな、うん、絶対中二病の言葉やもんな。1、安易な夢や理想を語るやつを信じるな、これ懐疑主義ですね、うん。まあさっき言った綺麗事ばっかり言って何も変わんなかったじゃないかっていう。で、哲学や思想よりスキル、メソッド、趣味、うん、もうそう思ってるの。思ってる、思ってるというか、うん、これを、ま、
基本的にマインドセットとして、として我々は多分植え付けられてます。なるほど。で、あ、普通に考えていくとここに行くしかないんだよね。まあそもそもね、ゆとり教育っていうのが始まって、その時にいた子どもたちがゆとり世代と。でゆとり教育っていうのは詰め込み教育のカウンターとして、もうちょっと自分で考える力を育てようよって言って、カリキュラムを減らし、休みを増やし、その間で自分たちで考えるっていう時間を確保しようよっていう、まあその文部省の寺脇さんがね仕掛けた、一つのその戦略だったわけです、教育の戦略だ。これ元ネタはね、トラさんなわけですね。寺脇さんはトラさんに憧れてたんで、トラさんと一緒に過ごすような時間っていうのが日本の教育には必要だっていうところから始まってるのがゆとり教育なんですよ。でそれを可能にしたのは、まあ、いじめだったりね、自殺だったり、学不登校だったり、学校っていうものがもうダメだと、限界に来てるんだっていうことが増えた、ゆとり教育って始まってるんですよ。でもよく知らない人は、ゆとり世代っていうふうに丸々くくって、怠けてるっていうね、ぬるいやつらだっていうふうにな解釈をしてしまったんですけど、現実はどうだったかっていうと、まあ何度も言ってますが、空いた時間、ゆとりじゃなかったわけですね。空いた時間を塾に行かされてたっていうのがゆとり世代です。で、数も多いし、あとその例の教育虐待も多かったし、時代がね、不況で、その不安感が強くなってった。で、どうなると。ベンチャーに行くにしろ、何にしろ、まあ、とにかく学歴が高くなかったらダメだっていうことも、親御さんたちには、まあ、相変わらずあってね、ゆとりも減ったくれもなかったんですよね。もう過剰な教育っていうのは、ね、その、競争っていうのはね、相変わらず続いてましたよ。で、その後、悟り世代っていうのが出てくるんですけど、まあ、これも言い方がおかしいですよね。悟り世代っていうのはディスコミュニケーション、つまり、大人たちに対する、旧大人たちに対するディスコミュニケーションですよ。悟りっていうね、悟ってんじゃないんですよね。相手にしないってこと、相手にしない戦略を取るようになったんですよ。それは大人から見ると何悟ったこと言ってんだよっていう風な感じになるんですけど、相手にされてないです。で、あともう一つ悟り世代の話になるときに、あいつら欲望を手放してるって話ですよね。さら三昧じゃないですけど、もっとね、生きろよお前らって、なんで車に乗ろうとしないんだとか、俺らの頃はバイクに乗ってみたいな、明日に向かって走ってたのにっていうさ、何なのお前ら、その、しれっと生きててっていう風な言い方をして、あいつら悟り世代だなっていう風に今言ってるわけですけど、これもまた大きくその、誤解があるなと思うのが、実際に会ってみると、悟ってるわけでもないし、諦めてるのかっていうと、諦めてるわけでもないんですよね。知らないんです。生まれた時から今の状況、今の、その、だだ下がっていく感じ、で、何もその希望がない感じっていうところから、もう人生がスタートしてるんで、希望って何すかって感じなんですよ。ビッグになるって何すか見たことないんですけどっていう感じなんですよ。でも上の世代に行けば行くほど、当時の熱狂や幻想とかもその呪いにかかってますから、将来どうすんのって言うんですよ。そもそもそのイメージが湧かないと思うんですよね。ビッグになるってなんですかって。で、まあその例えばその今のね、上海とか北京の情報とか、そのガンガン上がってたらね、深圳の情報とか上がってきたら、あっちにドリームがあるなっていう雰囲気になると思うんですけど、中国の情報はシャットアウトされてますからね、日本の大手のマスコミでは。で、じゃあ一方でのアメリカは夢があるのかって言ったら、まあアメリカ大混乱の大分裂なので憧れる感じではないし、でヨーロッパでまあ大変なんでね、今その海外に向かってその憧れを持ってるっていう感じでもないというね。そんなこんなでね、じゃあ君たち何が欲しいのかっていうとね、実際ね、仲のいい友達と一緒にゲームやるっていうだけで十分幸せなんですよね。上の世代はそれ理解できないんですよ。そんなんじゃねえだろうと、女を口説きに行けよって話になるんですけど、いや、そんなんいらないんです。友達と一緒に、もうなんならオンラインでいいから、グダグダ喋りながらそのゲームやれたらそれでいいというね、っていうような。でもしくはね、そんな中から少しは挑戦する場所もあったりなんかして、その踊ってみたとか歌ってみたとか、アニメ作ってみたとか、ボカロやってみたとかって言って、ささやかながら夢
に挑める場所っていうのがあるわけ でこれ上の世代には分かんないんですよ。なんで大手出版社に持ち込まないのかとか、なんで同人誌書いてんのかとか、なんとかな東映に就職しろとか、そういう感覚じゃないんですよね。今ここにあってやりたいことやってるみたいな感じなのでっていう。どうしてそうなってるのかっていうと、そもそもあのこうなりたいっていう大人が身近にいないっていうのはでかいと思います。儲けるためだったら何だってやるんだっていう、そういった戦後復興、まあ、もちろん遡れば戦争ね、勝つためにはっていうんでやってたって、命も捨ててきたっていうね、それでその後、まあ、生き残るためにうんぬん、そしてもちろん当然受験戦争ですよ。隣の友達は敵だったってね、彼が受かったら俺は落ちるかもしれないっていう、そういった野蛮な状況に追い込まれて、生きていかなきゃいけないっていうね、これ間違った生き方ですよね、明らかにね。ここでたくさんの人が大きく心が傷ついてしまうというか、麻痺してしまうとか、すさんでしまったっていう流れがずっとあってね、今の日本がこんなにどうしようもない状況になってるのは、僕は思うのはその受験戦争の時に心が死んだからかなと思ってるんですよね。心が麻痺し死んだ人がたくさん上にいるんですよ。上級国民になってるんですよね。反抗する若者がね、社会に対してそのまともな社会にしようっていうんじゃないんですよね。エゴイズムなんですよ。暴徒ですよね。だからね、狂ったんですよ、その当時の若者が。でなんで狂ったか、ちょっと上の世代のせいだったわけです。これは誰かって言ったら団塊世代のせいなんですよ。